はい、億万長者合宿を動画をご覧の皆様、上西さんへっていう動画がね、すごい1万3000回ぐらい、2017年のアップロードだったんですけども、いけてますよね。これ不思議ですね。上西さんっていう方が多かったんでしょうかね。なんでしょうね、人っていうのは誰かが誰かに話してることに興味があるんでしょうね。自分には関係ないのに、自分に関係ないことにめちゃくちゃ興味あるんでしょうね。で、自分に関係があることはあまり無頓着なのかなと思うんですよ。もっともっとね、自分に関係があることからやっていけば人生はもっと開けると思うんですよね、でもやっぱり人っていうのは無駄なものが必要なんでしょうね、きっと。妙な言い方ですけども、なるほどね、吉田さん、私ね、チャンネル登録者数1万人突破しました。昨日というか今日か。で、チャンネル登録1万人いってますよって連絡があって確認したら言ってたんですよね。で、すぐにチャンネル登録1万人いきましたっていうね、動画をライブ放送してアップロードしたんですけども、まあ何人かね、お祝いの連絡いただけて、ドリアカの方からも お祝いいただきました。本当にありがたいなと思います。このチャンネル登録1万人っていうのはなんで達成できたかっていうと、100人とか200人でやめてなかったからなんですよ。当たり前ですけどね。なんだ、頑張っても300人か、1000人なんて到底無理だよって思ってやめるのも自由です。でも私はね、1000人だろうが2000人だろうがあんまり関係ないと思ってやってました。っていうのが、この動画をね、作るのが好きだからなんですよ。で、もともと私の YouTube の使い方っていうのは、自分の速稼塾に対して入塾していただいて質問が来ました。その回答を動画でやったっていうのが始まりなんですよ。多分ね、インターネットをビジネスとして使ってる業界の中で一番最初にこれをやったのは私じゃないかなと思うんですよ。で、私の影響を受けて一人に対してのメッセージ動画っていうのをやる人が増えてきてて、で、速稼塾の塾生の中にはね、それをね、対応している例も多いんですよ。一人に対してのメッセージということですね。限定公開とかで、そうすると非常にね、プレミアム感があるんですよね、きっとね。自分一人のために動画を撮ってくれたんだなっていう風な対話感っていうんですかね、他の人が入り込んでないぞみたいなところがあると思うんですよ。で、プラスですよ、他の人にはどんなね、個人的メッセージを送ってるんだろうっていう気持ちも出てくるんで、たまに私はですね、ワントゥーワン動画を一般公開するんですよ。その時はもちろん個人名は言わないんですけどもね、そういった使い分けをしてると、確かに個人宛てのメッセージってアクセスがね、高くなるものがあるんですよね、やっぱり1万再生ってのはさすがないんですけども、1000回ぐらいだったら結構あるんですよねなんかね、しかもシリーズにするとずっと見るみたいなことも起きるんですよ。で、ついにその人と会いましたみたいなね、動画もよく見られていると。で、ついにその人と会いました、そしてその人はこんな商品をリリースしましたっつったら売れるみたいなね、だからね、やっぱりね、動画って面白いなと思いますよね。影響力がすごく強いんですよね。だからね、なんかこういう例えもあるんですよ。動画の影響力がなんで強いかってことを示すときに、犬がいましたと、犬が弱って死んでしまいましたっていうのを文章とか言葉で言うと、ああかわいそうだなと思うぐらいなんですけども、その犬がね、日に日に衰弱して死んでいく動画を見せられたら、多分ね、涙出てくるし、胸が詰まるし、もう体動いちゃうと思うんですよ。うわ、助けてあげないとって感じでね。このぐらい映像の力ってのは大きいんですよね。ですから私はこれからもこの映像をどんどん使って多くの方にね、もうモチベーションを与えていきたいっていうか、自分の人生を自分で作るってことを伝えていきたいなと思うわけですよね。はい、今回ですね、奇跡のビデオというものからお送りしましたけども、この動画を見てですね、あ、そうなんだと思う方もいれば、あ、じゃあ自分もやってみようかな、誰かの役に立つかもしれないなっていうふうに行動する方、いると思うんですよ。で、私は今となっては逆で、チャンネル登録をしてくださった方が私に対して1万人もいるんだなっていうところ、発信する私ではなくて、その発信に反応してくれた方が今となっては私を支えてくれてるなと感じてるんで、これからもね、見てる方一人一人に恩返しをするつもりで、どんどん情報発信していこうかなと思います。はい、では億万長者合宿リメンバーということでね、だいぶ続けてきましたけども、私の気持ちはこうやって動いてないですね。恩返しのつもりで動画をお届けするって形ですよね。皆さんどうですかね。自分の広告収入のためチャンネル登録を増やしたくて、あの手この手で釣り動画作ったりとか、びっくり動画作ったりとか、芸能人と対談してみたいとか思ってるかもしれません。でもそうではないんですよ。
見てる方一人でもいいんで、その方に、伝えるつもりでね、胸に届けとばかりにメッセージを送ることが全てなんじゃないかなと思いますけどね。今回以上です。おめでとうございます。